FX の相場解説ご覧の皆様、速稼塾の久保です。10月はね、苦戦続きでございました。まあ、その原因の一つとして、私はね、ちょっと週足を意識しすぎたのかなと思ってます。普段、9月まではやらなかったんですけども、週足を見てね、それから、日足を見て、4時間を見て1時間を見るっていうパターンになったのは、今月だけだったんですよ。で、先月まではずっとね、この4年間、日々、日足を見て、4時間足を見て、1時間足を見る。このパターンでうまくいってたんですよね。なぜか10月はね、週足が気になってしまって、毎日のように週足を見ていましたね。うん。で、月足を見ることもありましたね。だから、大きすぎる時間枠を見てみると、その1時間で勝負する瞬間的な流れってものを見誤る可能性がありますんで、ちょっとここは反省材料かなと思います。で、今日は26日でね、月曜日ですんで、堂々と、月足見ていこうかなと思うんですよ。うん。あ、月足ですね。うん、週足を見ていかないといけないんですけども、うん、週足だよね。週足を見ていくときに、ちょっとね、これですね、週足。ちょっと週足をね、しばらく見てなかったなと思いますね。ちょっと月足ではなくて、ちょっと週足を見ていかないといけないんで、ちょっと失礼しますね。前置きが長くなって失礼しましたが、これです。ちょっと画面切り替えていきましょうか。画面切り替えますよ。手こずってますね。はい、お待たせしました。じゃあまず週足を見ていきますね。週足のパターンなんですけども、これをまず行きましょうか。また基本に立ち返って。ここ、ああ、すいません。ここ、ここ。で、ここですね。ここもあります。で、ここ。はい。週足。ちょっとぐちゃぐちゃ前置き流してすいませんね。こうやって週足を見たときに、ここ跳ね返って上昇してますよね。ここも跳ね返って上昇してる。跳ね返って上昇してる。跳ね返って上昇してる。ここは跳ね返って上昇が顕著ではない。というところで流れは変わり始めたと思います。これはね、この前もお話しましたけども、こういうふうにぶち抜くパターンだと思いますよ。で、ぶち抜くと今度は円高が止まらないんじゃないかなと思います。これ、円高ですよ。どんどん円が100円を切る方向に向かっていくってことです。ちょっとそれを念頭に置いてね、移動平均線も下に行ってますから、考えてみないといけないかなと思います。そして、この週足における、このポイントです。あのね、移動平均線の緑があるじゃないですか。この緑に沿って、このチャート足が形成されている。要するに、上昇しても緑でぶち当たって跳ね返って下に行くっていうパターンを繰り返してるってことなんですよ。で、それまではね、これ見てください。移動平均線を突き抜けているんですよ。何度も何度も。ここに至った移動平均線の上にいるんですよね。まあ、上にいるからこそ上昇を書いてるんでしょうけども、今、下降ラインにいるときに、かなりね、この下降の勢いは鋭い。というのが、この緑の移動平均線に触れた瞬間に下に行ってるからなんですよ。これが赤とか青で下に行ってるんだったら、まだね、移動平均線の乖離が少ないわけなんですよ。今、乖離がちょっと大きくなってますよね。ここもちょっと見ていかないといけないですね。はい。まあ、詳しくは、FX 基礎講座の方でやってますね、この辺。はい。では次はね、こちら、デイリーです。日足なんですけども、この日足も見てくださいよ。移動平均線を、突き破るか突き破らないかのところで、下に行くパターンが結構増えてるんですよ。だから下への圧力が、下に向かう圧力が強いっていうふうに私は分析するんですけどね。で、現在、この頭が3本、下に向かって開こうとしているアリゲータライン、移動平均線があります。強い下への流れを私は感じますね。だからやっぱりね、セルなんですよね、ずっと。瞬間的にバイを取ろうみたいなスケベコロを出しましたけども、セルなんですよね、全体的に。次、4時間です。4時間足で見てみると、これはね、ずっと、ここら辺はね、上昇トレンドがあったんですよ。で、下降して、一旦勢いをつけて、上に向かうと思いきや、ここを力点にして、大きな売りの流れができましたってことなんですよね。で、瞬間的に上昇向かったんだけども、緑の移動平均線に今阻まれて、やっぱり下に行こうとしている、上髭を出しているっていうパターンなんですよね。で、1時間です。今日はじっくり解説してますね。1時間なんですけども、半値戻し、があるかと思ったら、半値戻しをする力ももうなくなっちゃって、下への勢力が強かったんだろうなと思います。
私の場合は半値戻しぐらいまでは、この辺りからね、取れるかなと思ったんですけども、もう諦めてですね、もうセルの方に向かいました、1時間でも。これからセルのエントリーをどこでしようかなと思ってます。今横ばいですから。うん。だからもういつしてもいいのかなと思うんですけども、そうですね。まあ初心者の方は、下に動き始めて、ここを超えたところでセルに入ればいいと思うんですよ。ここを超えたところでね。この線です。104円の435、そんなとこじゃないのかな。うん、ここを割ったあたりで、セルに入ったらいいんじゃないですかね。売りに入ったら。うん、今日はだから、売りに入るポイント、この一つだけ申し上げておきましょう。私はもうね、いつ入ってもいいかなと思ってます。104円の688とかね、700なんですけども、私はもうセルで入ってもいいかと思います。そのぐらいのリスクは被れますんでね。じゃあ今回はそんなところですかね。はい、ちょっと長めの相場解説になりましたけども、土日も挟んだんでね、振り返りながら、ちょっとしっかりとやってみました。それではね、今週も頑張っていきましょう。もうね、30日まで5日間しかありませんので、この5日間で、まあエントリーをね、何回できるかってことです。私はね、20回ぐらいこの間にもエントリーしますよ。エントリーっていうか、その、ポイントを作ります。エントリーポイント。で、追撃をかなりしますね。いけると思った時は。相場解説の時は、ここがエントリーポイントですぐらいしか言ってないんですけども、私の結局ね、私の、そのエントリーっていうのは、いけると思ったところには、追撃で、10ポイントぐらい玉を引くんですよ。ですんで、決済した時には、その10ポイントが全部回収できますんで、通常のね、じゃあ15ピップスのところが150ピップスぐらいのパワーを持ってるんですよ。うん。だからこれは危ないんで、ちょっとあまりお話しできませんけどね。うん。中級編とかでお話ししようかと思います。FX の講座、基礎講座。中級編ぐらいでは、この辺に突っ込んだこともね、お話していこうと思いますけども、まずは、基礎段階ですね。初級編です。うん、まあこれしっかりとね、覚えていってもらいたいなと思います。もう現在16話まで終わったでしょ。で、連絡もいただきました。終わりました。みたいな感じでね。こういう風にやりました。みたいなね。うん、やっぱりね、基礎ってすごく大事で、改めてこの16個のポイントでも基礎講座の入ってなかったとかね、誤解していたみたいな声も結構届いてますんで、この機会にね、しっかりやられておいてよかったんじゃないかなと思いますよね。中級編も結構ね、きついですよ。基礎なのにきついですよ。基礎だからきついんですよ、だから。だから基礎をやらないんですよ。で、基礎やらない人が実践出たら、まあ、打ち死にしますよ、本当に。そんな単純なものでありませんのでね。うん。はい、では以上でございます。ありがとうございました。